皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。アリス、今日は何をするんですか？ちょっとこれを見てください。コンフィ UI で画像生成ですね。そうですが、今から SD Excel のターボモデルで連続画像生成をしますよ。右のフォルダに画像が保存されていきます。ではスタート。わー、すごい高速ですね。プロンプトを変えていきます。蝶々からワンちゃんに変わりました。鎧の女性、ドレスの女性、景色ですね。ここで生成を止めましょう。今はステップ1で画像を生成してみました。画像を見てみましょう。ステップ1でもそこそこ綺麗な画像ですね。女性はあんまり良くないですが、その他は結構良いです。200枚も画像が生成されていましたね。皆さんご存知のように、SD Excel ターボモデルはステップ1でもかなり良い画像が生成されるモデルです。高速系は今後のトレンドですよね。そうですね。本日は公式の SD Excel ターボモデル、ターボモデルから学習された他のモデル、 SD2.1 のターボモデルをコンフィ UI、 ステーブルディフュージョンウェブ UI、 フーカスで使っていきたいと思います。それは楽しみですね。最初にコンフィ UI でターボモデルを使用する方法を簡単に紹介します。使い方は簡単で、コンフィ UI を開いておきます。概要欄にあるコンフィ UI エグザンプルズのページに入り、下の方の SD Excel ターボを選択。瓶に入ったキツネちゃんの絵をコンフィ UI のページにドラッグ&ドロップしてください。これで SD Excel ターボを使うことができます。ロードチェックポイントからあらかじめダウンロードしたターボモデルを選択してください。今回はスタビリティ AI 社から出ている公式のモデルを使用しています。ダウンロードサイトは概要欄です。ターボモデルは特別なスケジューラーがいるので、 SD Excel ターボスケジューラーというノードがあり、そこでステップを選択できます。ステップ1で生成します。画像を保存するときはセーブイメージノードを右クリックして、モードからオールウェイズを選択します。保存しないときはネバーを選択してね。そしてエクストラオプションズにチェックを入れて、オートキューにチェックを入れて、シード値をフィックス以外にして、 Q プロンプトを押すと連続画像生成が始まります。そしてオートキューのチェックを外すと生成が止まります。ターボモデルはいろいろなところで情報があるからもう知っているんですが、結局画像が綺麗じゃなくて使えないと思います。皆さんもそのような意見を持っている方が多いでしょう。実際に画像を生成して比べてみましょう。ここからはステーブルディフュージョンウェブ UI に移動しましょう。ステーブルディフュージョンウェブ UI もターボモデルに対応しています。ちなみにステーブルディフュージョンウェブ UI でもジェネレイティブフォーエバーを使うと連続画像生成できますが、コンフィ UI に比べると画像生成が遅いですね。さて、生成が早くても使えなければ意味がないので、画像の質を比べていきましょう。久しぶりに XYZ プロットを使って比べてみますね。ステップ1から5と CFG スケール1から3までを比較してみました。まずはサンプラーに DPM++2M カラスを使った画像です。うわ、ステップ3以上は画像が破綻していますね。全体的に画像はあまり良くなく、 CFG スケール1のステップ1と2だけがまだ使えそうでしょうか。やっぱり良くないですね。アップスケールしたら使えるかもしれないというレベルですね。実はターボモデルでは DPM++SDE カラスが推奨されていましたので、そちらで画像を生成します。どうでしょうか。全体的には先ほどよりも良いですね。ステップが上がっても画像は破綻しませんね。ステップ4で CFG スケール2あたりまでは使えそうな画像ですね。そうですね。CFG スケール1、
ステップ3の画像をアップスケールしてみましょうか。ハイレゾフィックスで2倍にします。ハイレゾフィックスのステップ数も同じ3ですね。画像がこちらです。うーん使えないですね。そうですね、ダメでしたね。でも実はシビ体を見ると SD エクセルのベースモデルのターボ以外にもいろいろなターボモデルがありますので、少し使ってどのような画像が生成されるか見てみましょう。他にもあるのですね、知らなかった。シビ体で調べてみるといくつかありましたよ。まず最初に使ってみるのはチェックポイントとしてはとても有名なドリームシェーパーです。ドリームシェーパーはいつも新しい技術への対応が早いですね。そうですね、私の中ではナンバーワンモデルです。使い方を見ると CFG スケールは2で4から7ステップでの生成が推奨されていますね。そしてサンプラーは DPM++SDE カラスが推奨ですので、この設定で画像を生成していきます。サンプラーによる画像の違いはシビ体のページでも確認することができますね。 DPM++SDE カラスのステップ7が良さそうですね。こちらの表は CFG スケールを見ていますが2ぐらいが良いでしょうか。またドリームシェーパーは実写からアニメまで幅広くカバーしています。それぞれのスタイルによる違いも紹介されていますので見てみましょう。フォト、ケイシー・バウのアート。ケイシー・バウは人物を美しく描く現代美術の画家ですね。油絵とは思えないようなディティールの人物を描きます。そして京アニのスクリーンショットとアメリカのコミック風ですね。このプロンプトも参考になりますね。実際に画像を生成してみましょう。では推奨されていた設定通りいきますね。サンプラーが DPM++SDE カラスで、ステップ7、 CFG スケール2、サイズは 512×512 でハイレゾフィックスで2倍にアップスケールしてみます。では生成。おお、これはとても綺麗な画像ですね。生成時間はとても早いですし、完全に使える画像ですね。素晴らしいですね。サイズですが 1024×1024 のハイレゾフィックスなしで生成してみましょう。こちらも破綻なく綺麗な画像ですね。どちらも対応してそうですね。ではスタイルを変えて生成してみましょう。今のがフォトスタイルですのでケイシー・バウのアートを入れてみます。うん、とても綺麗な油絵の人物になりましたね。このプロンプトは使えそうですね。次に京アニのスクリーンショット。ちょっとリアルアニメになっちゃいましたかね。そうですね、制服の少女に変えましょう。少し京アニっぽくなってきましたかね。プロンプトを工夫すればもっと日本のアニメ風になるでしょう。せっかくですのであと一つだけチェックポイントを見ていきましょう。可愛い女の子が生成できそうなチェックポイントを見つけましたので紹介します。コパックスタイムレス XL ターボモデルです。こちらを使ってみましょう。使い方はステップ1から4で CFG スケール1から2、サンプラーはやはり DPM++SDE ですね。縦長のサイズが推奨ですね。では早速画像を生成してみましょう。 512×768 でハイレゾフィックス2倍のアップスケールをしてみましょう。では生成。少し画像が良くないですかね。あ、ハイレゾフィックスのチェックを入れ忘れていました。この Web UI はプレリリースのバージョン 1.7 を使用していますので使い勝手がちょっと違いますね。あとサイズが 576×768 推奨でしたのでそちらに合わせます。では生成。おお、とっても綺麗な西洋人と東洋人のハーフ系の美女が生成できましたね。たった4ステップでこれほどの画像が生成できるのですね。何枚か画像を見てみますがどれもとても綺麗ですね。このスピードと質を知ってしまうと
もう普通のチェックポイントには戻れなくなりますね。ちなみにハーフ系の美女を生成するためのプロンプトとしてユーラシアンは結構使えますので使ってみてください。胸元の空いたドレスを出したいときはローネックラインドレスが使えますよ。せっかくバージョン 1.7 の WebUI を使っていますので SD2.1 ターボの画像も少し見ておきましょう。この WebUI バージョン 1.7 を使う方法ですが、オートマティック1111さんのステーブルディフュージョン WebUI のページに入り、右側のリリーシーズという文字をクリック。そこに 1.7.0RC という項目があります。その中の How to use wiki を見てください。そこに使用方法が書いてありますが、コマンドプロンプトを開いてこのコマンドを1行ずつ入力してエンターしてください。その下には元のバージョンに戻る時のコマンドも書いてあります。不具合が出るといけないので、新規に WebUI をインストールして使用することをおすすめします。 SD2.1 のモデルの入手ですが、概要欄のリンクからハギングフェイスのモデルサイトに行き、いつものようにダウンロードしてください。では生成していきましょう。設定は SD Excel Turbo の時と全く同じです。連続で生成していきますね。ワンちゃんや蝶々はやっぱり綺麗ですね。女性は少し良くないでしょうか。ステップ数や CFG スケールを比較してみましょう。これを見ると CFG スケール1でステップ数3ぐらいが良いでしょうか。そうですね。ではその設定でハイレゾフィックス2倍にアップスケールした画像を見てみましょう。うーん、まずまず綺麗ですかね。そうですね。またドリームシェイパーの対応モデルが出てこればすぐに使えそうですね。こちらも今後の展開が楽しみですね。最後にフーカスでもターボモデルのスケジューラーに対応しましたので使ってみましょう。今立ち上げているのは通常モードのフーカスです。 SD Excel を使うならフーカスがめちゃくちゃ良いので、フーカスのインストールや使い方はこの動画でチェックしてね。アドバンストにチェックを入れて、モデルからドリームシェイパーのターボモデルを選択します。セッティングからエクストリームスピードを選択して画像生成できますが、より綺麗な画像生成のために自分で設定していきます。アドバンストのページに入り、ガイダンススケールを少し下げておきましょうか。その下にデベロッパー云々のチェックボックスをクリックすると、いろいろな項目が出現します。 CFG と書いてあるものを2にします。サンプラーから DPMPPSDE を選択します。フォースドオーバーライトオブサンプリングステップを7にします。これらの項目は開発者向けらしいので、使うときは自己責任でお願いします。では画像を生成してみましょう。2枚の画像が生成されました。スピードは10秒ぐらいでしたね。 LCM ローラを使ったときよりも少し遅いですが、画像はこちらの方が綺麗ですね。画像を何枚か見てみましょう。フーカスは独自のスタイルなども選択できますので、いろいろと試してみると面白いと思います。さて本日はターボ系のモデルについて見ていきました。画像が悪くて使えないと思っていた人も考えが変わってきたのではないでしょうか。既存のモデルとターボモデルのローラをマージする試みもあるようですので、そちらも試してみたいですね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。